バッカン流されて即脳幹、どうもお疲れ、ありがとうございます。はい、今回は鬼明けの高知支部の大会で、高知県の須崎にやってきました。で、今回上がった磯野が深田、須崎のこの番組の西の、まあ、ほぼ端の人に上がりました。はね、とりあえずちょっと Google Earth でちょっと場所を載せておきます。まあこんな感じです。まあ、ってな感じで、東側ちょっと磯が高いんで、多分釣りにならないんで、まあ、主にこちら側の船着きの方、ちょっと足場が低い方で、釣るのが、まあ、メインの釣り座になってます。で、今回は、高知県の釣り師、マッツンと一緒に上がりました。じゃあ、聞いてもらいましょうか。で、ここのくじ引いたのもマッツンです。くじの長すぎや。いや。はい、マッツンでーす。ここ行かんぞ。はい、やめとこ。向かい呼んで、向かい。わかりました、電話してきます。そんな磯引いたらいかんの。いや、くじ運がないですよね。次、ペアで上がった時、ノモス。お願いします。絶対ええ磯いけるはず。ここにあえて来るという人は絶対いないと思うんで。まあ、ここで人が選ばん中で釣ったら、それはここ人気で釣ってるかも。人気磯に僕らがしたいですね。人気磯に僕らがしたいですね。じゃあ今日もパリッと用意しましょうか。はい、じゃあ今から準備して、また、タックルを行うので2人の分紹介していきます。じゃあよろしくお願いします。シャットさんよ、シャット、シャット。はいはい。じゃあノモスのコマセ、ナンバーワンチヌ2 1つで、チヌ天が2袋で、米ぬかで、オキアミ3キロ2角で、まあオキアミがちょっと粗いやつもあれば、もうぐちゃぐちゃに潰してるやつもあります。で、これも久々にちょっと紹介しようかな。この一尺、はい、頑張れカメラ、よっしゃー、だー、はい、まあ字がちょっと反対ですけど、クリミ工房のクリミ尺です。操作性抜群、これかっちょええでしょう。よっしゃ、はい、次がタックルいきましょうかね。はい、今回使用する竿はこちら、臨海スペシャル、これは 0.65 です。でリールはハイパーフォースのスッドタイプです。で浮きはおなじみの国見工房の国見浮きです。これはね、スタートは 3B やったかな、3B からスタートしてみたいと思います。これもね、ものすごく見えるんですよ。どこまで投げてもずっと見える、もう最高の浮きですねこれ。でこの下に塩受けパーツと、とりあえず 3B のガン玉つけてます。で、道糸、これも前回紹介したんですが、ラインシステムの磯吹かせのサスペンド2号です。これもね、またね、視認性がね、もう抜群。これもずっと見える、最高やね。で、あとは紹介するやつはハリスいきましょうかね。
で、ハリスもこちら。これも、ラインシステムのイソフカセハリス 1.75 号。これも前回ちょっとくるみさんがかけた時にグニャグニャになった強いハリスです。で、今回使用と思っている針なんですが、両方2号です。棚探りチヌと底攻めチヌ、両方2号。これ鬼掛けです、はい、こちら使っていきたいと思います。まあノモスは以上なんですが、ではマッツに迫ってみたいと思います。よし、どうしよう。今ここで口頭でコマセいる。あ、はい。俺のチヌを2袋に、俺の道、うん、一応1袋、あと3キロ、それに次は1袋と、あと前回の残りを足して残飯。また残飯好きやね。残飯大好きです。それとイングラム渚1号、はい、5m30 です。はい、ディル、これがシマノのエクスセンスのレバーブレーキリール。で、ミチートが、で、ミチート 1.75 号です。浮きが、浮きが国見浮きの 3B。 でかいね。またそれ何グラム？これ25グラムです。でかいねこれ。で、塩受けパーツと、はい、で、まあ 3B。 ハリスは175で行こうと思ってます。ああ、まあまあノモスと一緒やね、175はね、はい、まあこっちのね、道と結構強度強いきね。ああ、これも結構強いんですよ。ポタないの。針はですね、とりあえずこの強根チヌの2号から使おうと思います。釣れても釣れなくてもいくぜ。絶対グレやん。ねえねえねえ、チヌの大会でまさかの両肩のグレが釣れちゃいました。こうやって見たらでかいね。ああ、うん。でこの歯そしたら45ぐらいあるでね、ほら。おお、ねえ、これ色やるぜ。ってひょっとして永久でね、朝一なんかクソじゃ、苦渋が悪いじゃって言ったけど、45のグレもおる、40そこそこのチヌも、どうなんだろう、42?1.5 とかですね。そうやね。まあこれ結構貴重やきね。はい、他が釣ってないかもしれませんからね。
はい、ちょっと。おめでとうございます。また 41.5。あっ、やりました。あと4枚やね。あ、まだ8時前やき。今の松だといけるろ。頑張りたいと思います。気持ちいい。時に限ってチヌじゃなくてブレ、しかも両型。チヌの大会でダダンブレ。ほら、ほら絵もね。41。来ましたか。遠投練りへ。ちょっと測ってみろか。それも。ででおい、話せよ。自分が腰痛なんきね。逃がしや。逃がしや。どれのほんなん。いざ。一匹目より全然でかいですね。43。おお。遠投練りへ。遠投練りです。黄色と緑のマーブルでした。あ、緑、あ、自作の。はい。とにかく沖の潮は今動いてるんで狙い目なんじゃないかな。ああ。よし。おお。
しい。あっと浮いたこれ。あっと浮いた。アラグイブラウン来ました。もうなんかホールしてもすぐバンってこうラインが落ちました。よかった。ああよかった。42センチです。やったー。どうもー。はい、農館まであと約30分程度残ってるんですが、ちょっと農館ということで終了します。まあ、ノボスも、まあ、45の口太とか、まあ、対象魚ではないんですけど、まあ、結構両方が釣れて楽しめました。まあ、そうですね、昼からはなんとか42センチを1枚拾ったんですが、もう入賞はちょっと厳しい状態です。いいでしょう、楽しめたんで。じゃあ消化見てみましょうか。はい、本日の釣果です。30センチのチヌとで42センチのチヌ、まあ、対象魚この2匹です。あとまあヘダイが1匹釣れました。まあ、とりあえず一応検量には出してみようかなと思ってます。はい、その他、はい、次はグレ行きましょうか。はい、こちらは対象魚では今回ないんですが、結構ほら結構硬いでしょ。45割です。これ硬いでしょ。とまあ釣果はこんな感じです。まあ一応釣る2匹ですけど、一応検量してみたいと思うんで、まあ多分順位は下の方なんで景品もと思いますが、まあそこまでちゃんと撮影しようかなと思ってます。どっちか持った？持つんの？持った？あります、あります。あ、やってもらった。